おはようございます。先月、何やら重そうな荷物を乗せてカートを運ぶ人の姿が。南海電鉄鉄道事業本部の佐々木亮さんです。向かった先は和歌山市駅構内にある鉄道車庫。何をしに来たのかというと、まさにこの場でキャンプをしてもらうという準備を、お客様にキャンプしてもらう準備をしに来たというところです。目の前にも電車も見えるところで、名付けてキャンプ in 和歌山市車庫。普段は関係者しか入れない車両基地でキャンプができるという鉄道ファンにはたまらないイベントで、本番を前に準備に来ていました。思ってたよりちょっと重労働で、なかなかでもまだまだめちゃくちゃありますよね。これ車庫には雑草や石がゴロゴロ。これではテントが張れないと、一つずつ丁寧に取り除いていきます。テントを張ってロケーションもしっかり確認。初のイベントなだけに準備は入念に行います。ほんまに不安でしかない解散のタイミングでも無事で怪我もなく終われば、もうそれが一番次につながるかなと思うんで、その上でちょっとでもなんか心にね残るようなものになれば。迎えたイベント当日の朝、車庫では最終作業に追われる佐々木さんらの姿が。主役でもあるめでたい電車に向かいます。競争した一瞬で終わるんじゃん2両分の床をひたすら雑巾掛け。というのも外にもテントは張れますが、寝袋で車中泊できることもイベントの売りだからです。実際に寝心地も確かめます。そんな圧迫感感じへんので、なんかもっと椅子とか邪魔するんかなと思ったんですけど、そうでもない。せっかくなので記者も寝袋を体験。おお。あ、電車の天井ってこうなってたんだってなりますね家の床で寝てる感じですね。めちゃめちゃ落ち着く。子供にとってすごくこう電車の中冒険船みたいになってて、おたらからとかも散りばめられてて、電車の中で遊べる電車いろいろ探りながらこんなんやっていきたいなとは今思っているところです。会場と同時に早速お客さんが。初回ということで参加者は2家族限定です。こちらは神戸からやってきた4人家族。長男の慶吾くんが大の電車好きだそう。何来た？アサザンプレミアムや。めっちゃ詳しいね。何回何倍行きか。何回何倍行きだわ。目の前の電車に釘付け。表情から興奮が伝わってきます。13時14分の電車がこのどっちかだと思う。あ、そうなん。詳しいね。マップで全部調べてきた車にもう一家族は奈良から。電車好きということでもなく、異空間でのキャンプに惹かれたそうです。車庫でキャンプできるなんて、しかも電車でもう寝られるって聞いて、もうテンション上がっちゃって。めでたい電車の頭っていうのも見たことがなくて、まあ、乗ったこともないんですけど、その前に寝ちゃうっていう、なんか飛び越えた感じが。車内でのイベントも盛りだくさん。扉ではなく特別に運転席から車内へ。初めて乗るめでたい電車に子どもたちのテンションも上がりっぱなしです。次はさらに制服を着せてもらい、車内アナウンスに挑戦。南海電鉄をご利用いただきましてありがとうございます。すっかり気分は運転士さんです。さらにさらに、めでたい電車や路線にまつわるゲームも。
南海電鉄全駅101駅である。さあ丸か×か。みんなの楽しそうな様子に佐々木さんも一安心。みんなと一緒に一体になって楽しむっていう、それがやっぱりなんか南海電鉄のブランドになるというか、スタッフとあんなスタッフさんあんなやってくれたなとか、やっぱりそういうのが今後につながっていく、ファン作るにちょうどね、やっぱりそういうの大事かなと思って。すっかり日も暮れ、夜ご飯の時間。美味しそうな匂いが立ち込めます。この上にタンドリーチキンを乗せると思います。うまっ。うまっ。手つけてる。美味しい。うん、うん、そこへ、あ、見て、めでたい電車。めっちゃ近い、めっちゃ近い。最高。これぞ車庫の醍醐味。自然の中のキャンプとは一味違った体験です。一方こちらはランタンの明かりに包まれながら優雅に食事、ゆったりとした時間を過ごします。お腹いっぱい、そろそろ就寝の時間です。寝る場所はやっぱり電車の中。贅沢に一車両貸し切りです。早速布団を広げますが、最悪。車内を走り回ってやりたい放題。みんなまだまだ遊び足りないようです。そして午後10時、車内に響いていた発電機の音が小さくなってきました。真っ暗になった車内、1日目終了です。その頃佐々木さんらはというと、トイレ行きたい方もいると思うんで、その対応で行っておきます。誘導係も兼ねて徹夜で過ごします。一番に目覚めたのは電車が大好きな圭吾くん。家族はまだ寝ています。お目当てはやはり電車。始発を見逃すまいと朝の5時半からスタンバイです。みんな続々と電車から降りてきました。寝れました。意外に行きました。ここ2日、心地よかったです。日常通りに動き出す駅を横目に朝食。こんな景色が見られるのもあと少しですが、皆さん満足してくれたのでしょうか。もうめっちゃ喜んでました。父さんはですね、僕も楽しかったですよ。キャンプ好きでも電車好きでもどっちでもね、楽しいから。楽しかった。うん、帰っちゃうけどちょっと寂しくない？寂しい。また明日から行きたい。うん、行きたい。電車の中で寝たり、まあ人生でできるかできないかの体験させてもらったので、鉄道ファンではないんですけど、まあこれで何回に興味を持ったかなと思います。試行錯誤の中で開催された前代未聞の鉄道キャンプ。忘れられない思い出が次なる利用につながればと期待を寄せます。南海あんまりゆかりない人だったんですけど、まあ、ちょっとでもファンになってくれたら嬉しいなという思いで、反省会でもしながら次につなげていきたいなと思います。